ほやほー、ボッサボサ髪の毛。疲れたもう今日は。今日めっちゃ買い物行ったんよ。髪の毛します。開けない。いつも美少女です。買い物行って、大学のやつとかもう出してきた。その帰りにさ買い物行ってたんやけど、なんだけど買いたいものが結局買えず。マジ薬局3店舗行ったからな。パソコン分かってないまだ。4回って言った？3回行った。3個薬局回った。開けない。今日でも暑さマシだった気がする。多分ちょっとマシだった気もします。そんな感じしない？今日。なんでそんなめっちゃ突っ込むやん。めっちゃ突っ込んできますね。お疲れ、ハロー。めっちゃ突っ込む。全然あれじゃない。薬局3回ってそんなおもろいか。まあ都会だからさ、薬局たくさんあるじゃん近くに。薬局っていいよね。食料もあって、お母さんと電話してたんだけど、食料あるって。え、嘘、雨降りそうなの今。やだねそれ、それやだな。最近マジ二の腕絶対太ったんだけど、やだー、太ったって思わない？なんかここはお肉つかないけど二の腕がついていってる気がする。やだ本当に、痩せよう。わかる、買いすぎちゃうよね。いいんじゃない？そう、ご飯食べてないの。なんかヨーグルトもまだ食べてない。さっきシャメ取って一旦メイクしようと思ってメイクしちゃった。よし、疲れた。腕疲れるな、これ。いいじゃないですか。メキメキ言う床が。空気入っちゃうんだよね、ここ座ってたら。ずれて。
アイロンします。ピカチュウでーす。カロリーメイト？カロリーメイト久々に見た、聞いた。昔めっちゃ食べてた、バスケやってた時。めっちゃ嫌いだったけど美味しいよね。久々に食べたら美味しい。髪抜けた。腕疲れんの、ポニーさんは。シレット、こんにちは。お、解放届いた。なんかメキメキっていうかさ、あのこのタイルなの、このタイルがなんかずれるんだよね。わかる？こう、ここソファーあるじゃん。ソファーの下は引いてなくて、ソファーの手前から引いてるから、レナがソファーの前に座ってたら、こうやってこうなったらずれていくの。こっちにマットが全部。マジやだ。部活に行きます。夜配信するかわかんないんだよね。夜ね、配信するかわかんない。え、カロリーメイト久々に食べたら美味しいよ。そうそうそう、カーペットタイルカーペットわかんない。あれ待って、160度になったんだけど、180度に設定しようと思ったよ。先前髪だけやっちゃうか。だからね、あの1枚のカーペットだったらずれてもすぐに戻せるじゃん。なんだけど本当にあの正方形のカーペットだからマジで戻せなくて、夜ね多分できると思うよ。配信12時までできるのが本当にいいよね。マジでいいこと。雨降んの？やだな。やばい、前髪失敗した。巻きすぎた。待って、普通に失敗。ワイ寝てそう。雨降るのか。今週頑張れ。金曜日俺のレンちゃん会えると思ってテンション上がってきた。え、土曜日はどうなの。土曜日はどうなんですか。いい感じじゃないですか。やっぱいい感じだよね。やだ、前髪ブサイクだ。まあ、いっか、どうせ練習したらブサイクなっちゃうし。ケア、こんにちは、こんにちは。マジ12時まででね、いいよ。本当に最高って感じ。お仕事終わり。ちょっと待って、コメント全然見てないよ。あ、焼肉いいな、食べた。日曜日なんだ。あ、一日置きか。あ、いいね。じゃあ制服の目当たって最高じゃん。よきよん、よきよき。あ、外巻きしようと思ってなかったのにしちゃった。無意識で外に巻いちゃった。だからか。え、頑張ってじゃんそれ。日曜日だったらね、頑張って伝えれたのに。先に ケープするのめんどくさいから、
とわり前髪にしとこう今日。前髪今日うまくいかない、こんなんでいっか。かまいだにきゃかな怪しい怪しいね、雨ね。長く持っていったよ。そう、持って帰ったよ。半面使ってんの、マイメロなんだっけ、キャリーの半面使ってるからね。やばくない、やばいよね。金土イエーイ、マジ楽しみですね。本当に楽しみだよ俺の。もう配信お日曜日、え、マジ楽しみ。なんかさ、今回結構あれだね、土曜日日曜日なんか均等に分かれてる気がする。みんなどっちも来てくれる人も中にはいるだろうけど、なんか土曜日しか行けませんって人とかが固まってなくてよかった。安心安心スタイルですね。あ、予定ありません。あららら、次ね、いつ頃あるんだろう。いいな、野球やってんだ会社で。本人には恥ずかしくて言ってるじゃん。本当にレナなのっていう人ほど嘘なんだよねっていうね、人ほど嘘なんですよ。そんな誘惑に俺は負けねえ。嘘、ポニテー最近多いんだよね。なんかあのアイロンかけるのめんどくさくて、ストレートの状態で。今日はマジで寝起きで前髪も何もせず帽子とマスクで薬局に3店舗行ったんですよ。あの銀行と、とあとあの荷物をね送りに大学へのなんだけど、帰ってきてメイクしてからレッスンする。なんでそんなに可愛いんだろうね。北海道遠いからね。っていうか課題の話というか、課題ネット来ないとあのできないから。そうなの、レナも課題はしたいんだけど、え、でもね、資料ずっとここにねちゃんと毎晩やってる、調べてる、いろいろ。何でもいいよ、別に4年で卒業しなくてもいいってお母さん言ってくれたしいいよ忙しいんだから、4年で卒業しなくてもいいよって。なんか気長に卒業します。夜中か、うわいいねね、言われたそれね。夜中、あの夜中じゃない、夜に、夜みたいじゃんって。あ、どういうことみたいな聞いたら、あ、パジャマってことみたいな。前メロね、なんかあのパジャマみたいってことって聞いたら、そうそうみたいな言われた。パジャマって言われました。こんな暑いのに寝れないけどね。もう冬はいいかもね。でも冬は昔前メロだったわ。昔のレナのパジャマは上下分かれてたんだけど、こんなワンピースみたいなんじゃなかったけど、もっこもこの前メロのウサギがついた、サンタさんがくれたんだけど、そうパジャマだった。めっちゃ可愛い人形みたいな。そうレナ一応ズッキーさんにも会ったことあるからね。それはでも似てるとはもう言われないけど1週間切ってるんだフェスまで。やばいね、もうなんか時間が足りない、いろいろ。なんか賞味フェスが決まった時はなんか、あー今月末か、あと1ヶ月ぐらいあるんかみたいな、まあみんなと同時ぐらいにしたからさ、レナたちもなんだけどって思ってたから。そう考えたら本当にもうなんか毎日時間が早くてやばいですね本当に。レナぴょんです。一部から9、やばいね本当に。
楽しみっていうか、なんか頑張ろうってなるよね。頑張れるかなみたいな。1話だけ来てね、準備仕事ね、聞くに、あ、2話多いね。でもお、公演入りたいか楽しみね。楽しみだね。決勝戦、誰と決勝戦したの？違う会社の野球ってこと？野球チームってこと？あ、つつつつつ、じゃあ頑張ります。私今日も、今日何時に帰ってくるかな、決めてないんだよね全然。お、初見です、ありがとうございます。優しいですよ、お母さん、優さなの。フェスでもね、フェスも暑いよね。フェスの日なんか雨なんだっけ。あ、まだ先で予報出てないっけ。なんか雨って聞いたんだけど、梅雨の雨なのかな。もうだから仕方ないか。髪めっちゃ長いのね。マイメロさん次のシングルでも次のシングルの名古屋の通所で着れたらいいなって思ってます。なんかいろいろチェンジしてみようかなって。衣装、名古屋側となんだっけ、幕張側、楽しみだよね、いろいろね着れるの。サンタさんいたの。真面目人間、真面目人間頑張って。なんでサンタさん家に来るでしょう。夜配信わかんない、できるか。何時まで、もう終わる。ヨーグルト食べる。みんな仕事頑張ってね。朝ごめんね、朝ね、あの起きてたの5時とかに。全然起きてたんだけど、配信する元気がなくて眠かった普通に。だから寝ちゃおうと思って、このまま。いつもだったら5時過ぎて、気づいたら5時過ぎてたら絶対配信するんだけど、今日はもうカクカクってなってて、今何時だろうと時計見たら5時3分とかだったから、これ寝れるなと思って寝ちゃいました、そのまま。マイメロ以外何がいい？なんかある？みんなが来てくればいいじゃん、通称の時に。レナがマイメロでみんなが来たやつ。みんな着ぐるみ着てきて。いなかったよ、マイク張りで。いないか。よし、あとはオイルを塗ったら終わりです。マジでね、なんかレナってマジで結構オイルめっちゃ聞かれるんですよ、何使ってんのって。マジでこれです、これ。もう売ってないのかな、わかんない。でもこれで最後っぽいんだよね。なんか美容院で毎回買ってたんだけど、兵庫のなんだけど、もうそこもあの終わりって言われちゃって。次のオイル逆におすすめしてもらおうかな、みんなに。だからこれはおすすめしない方がいいね。みんなからオイルを聞こう、同期とかにも。マジでね、でも本当にこれめっちゃいいの、マジでめっちゃいいんですよ。あ、アホ毛がやばいんだよね、レナって。アホ毛が、アホ毛がたくさんあるんですよ。オリーブオイル髪につけんの、これめっちゃいいよ、これ本当に、これめっちゃいいです。買ってください、これ、これマジでいいの。はい、見てくださいこれ。はい。ヘアオイルですね、ヘアオイル。これをマジでなんかほんとちょっとだけ、こんなん、ほんとにこんなん、こんだけ、めっちゃくちゃ粘度が高いっていうか、食べたのオイルなの。だからマジでちょっとでいいっていう、本当にちょっとで良さげでいいの。
んなんだこのアホ毛さんたちは。伸びてる途中のやつか。毛先とかねバッサバサで傷んでるからさ。何の匂いだろう。書いてないですね。これを髪の毛濡れてる時に塗るのレナは。で髪の毛を乾かすっていうことをやってます。いつもね、毛量マジ半分でいいんだけど、いらないこんなに髪の毛。オッケー見て、でこんなに髪にさずっとこうやってやってんのにね、手ね、手にねこんなつくの、あんな少量なのに。やばくない？やばいっしょ、めっちゃねやばいの。べったべたになっちゃうの。だから絶対手洗わない環境がない時には使わないやつです。紙で手が取れないっていう。買ってください、これいいんです、これめっちゃ良いの。終わります、さよなら。さよなら三角、さよなら三角。ありがとう、ありがとうございます。今日も頑張りましょうね皆さん。けがせけがせいよあ、いいじゃん。むずい。やってみてみんな。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。知らない？え、これね、めっちゃむずいよ。やってみて。ここは簡単。これは簡単だとして。いいや。ああ、こうな。あ、違う。はい、こうみんなやってみて。今タンタンじゃん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 、ういでも思ったけどさ、思ったけど左手はできるんだ、ずっとね聞き手間違えんのいつも右だもん。こんなんなってる、こんなんなってって思ったら、利き手ってすごいむずいでしょ、できないでしょ。これのできる方なんですよ。これでもなんかリップ薄い。じゃん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 、早くやらないとダメだ。タンタン、こんな早くやってできないでしょ。え、すごくない？わあ、ハイライトも光ってるから手のテカリが分かんない。了解してるよー。ゆっくりやってくるでしょ。じゃん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 。早くやんの、早く。気抜いた。
たらできなくなるから。え、慣れたらできるよ。でもなんかおじいちゃんとおばあちゃんめっちゃ面白かった。できないわーとか言ってた。これ難しいの。めっちゃおもろいの。その動画を撮ってたんだけど、めっちゃくちゃ面白い。マジで面白いの。あー頑張りますね。頑張りましょう今日もね。みんなで頑張りましょう今日もね。ねえ、リップもうちょっとでなくなりそうな予感。めっちゃいい匂いするのこれ。香水みたいな匂いする。あ、香水と一緒に入れてたら、入れてたからな。だからか。終わります。さよなら。さよなら。さよなら。唇ちっちゃいのコンプレックス、口がちっちゃいのコンプレックスなんだよね、レナ。めっちゃ口ちっちゃくない？嫌なのこれ。口ちっちゃいの嫌なんだよね。ここら辺まで口欲しい。でかいこれは。でかすぎる。ここら辺欲しいよね。ちっちゃくない？ね、思ったらさ、ちっちゃいよね、レナ口。ね。口ちっちゃくて無理なんだけど。写真撮るときわざと口ちっちゃくしてないんだけど。そう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 。あ、でもなんか上唇がないの。笑ったときに。だからなくならないようにしてる。こっちを、こっちとこっちが全然大きさ違うんですよ。あら、こっちがね、上がさもうないの、上唇。しかも笑ったら本当になくなるから笑えないっていう。そうなんですよ。笑えないんです。マジ口でかい。うん、口でっかくしたい。逆にそう、あと 上唇薄いのもやだ。薄すぎるんだよね、レナの場合。普通にしてたらいいんだけど、普通にしてもないじゃん。上からの笑ったらない。てかさ、やばいんだよね。カニスズレやばいの。めっちゃ痛い。めっちゃ腫れてるって無理。口大きい人いいよね。綺麗な人多いし、可愛い。口大きい人可愛くない？口ちっちゃくてやだ。しかもよく喋るのに口小さいのやばくない？可愛かったです。待って、ありがとう。ありがとう。ちょっとさ、思ったんだけど、まさかのさ、あのあれだったんだね。ちょっとなんかあれだったんだね。まさかのあれだったんだね。まさかの、まさかのね、あれだったんだね。そうか、にするやばいの。え、でもさ、口大きい方がよくない？ちょっとちっちゃすぎ、ちっちゃすぎない？レナの場合口ちっちゃいの。うわ、わかる。カオさんの、そのカオさんの口めっちゃ好き。そう、それだよ、それ、それです。その口可愛いじゃん。口。それです。それそれ。それ。加工で唇なんか触ったことない。逆にさ、唇分厚くしてるぐらいだよ。唇の加工とかあんのかな、わかんないけど。食べます、食べましょう。カオさんの口マジで可愛い。あ、やばい、ごめん、めっちゃでかくなっちゃった。めっちゃ可愛いんですよ。あれです、私。あ、
反省を学ばない。え、じゃ終わりますね。はい。いや、口もちょっと大きい方が絶対バランスいい。こんぐらい。ほら、絶対こうの方がいいじゃん。キチョキチョキ。でも、なんか、資源大さんありがとう。なんだけど、そうなんです。しかも、カホさんと喋った。なんか、レナってさ、なんか先輩とかもビビらしちゃうぐらい喋っちゃうじゃん。なんか、ねえ、ねえなんですよみたいな。なんだけど、ちょっとレナの場合、あの、カホさんだけには、ちょっとカホさんのスピードに、あの、あれなんですよね。ついていっちゃう。先導できないっていう。先導できないの。レナがあの雰囲気はマジ最強だよ。あれ最強です。本当に本当にやばいって。やばいんです。やばい、あれやばいよね。あれやばい、あれやばい、あれやばい、あれやばいと思う。普通にやばい、やばいと思います。頑張りましょう今日も。レナさん今日頑張るって感じだけど、みんなもうちょっとであれじゃん、多分仕事終わるやろ。私はこれから頑張るんで、みんなは今日頑張ったねって感じで。って感じで頑張りましょう。いやでもカホさんとめっちゃ喋るからね。な、そう大丈夫。ってことで頑張りましょう今日も。9時まで仕事なん？マジで。でもまだ5時か。そう考えたらレナは今から何時ぐらいやろな、まあ、11時ぐらい目安で踊りたいと思います。ってことは、まあ、今5時からやと考えても4時間しかできんのか。今日はもう6時間ぐらい踊るつもりやったんやけど、ちょっと薬局巡りすぎてやばい。薬局もめっちゃ巡っちゃったし、なんか郵便局でめっちゃ時間かかったし、思ったより。頑張ってください。ありがとう、ありがとうね、ありがとうね。あ、可愛いから頑張って、ありがとう。ちょっと今レナが欲しい言葉をちゃんと分かって言ってくれたの。メイクも髪もした後に頑張ってくるねって言って、ありがとう。さすが。そうね、集中してきます。確かに意味深だね。ありがとう、バイバーイ、バイバーイ。最後は口大きく。バイバーイ。見て、ブルブルでしょ、今日。最近唇乾燥してなくて、話すのやめよう。バイバーイ。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。バイバーイ。みんなも頑張ってね。バイバーイ。